んでますかわかんないんですね。なんか今日ハプニングがあったって聞いたんですけど、私絶対ハプニング作る人で、でも今回はまあ初めて温泉に行ったんですね、うん、だから初めて温泉だからやっぱこういうハプニングができると思いますけど、うん、やっぱ初めて行ってこういうハプニングができて逆に良かったかなと思う時もあって、結構嬉しいかなと思うけど逆にちょっと不安な時もあって、今回青森いたんですね、うん、青森の温泉行って、うん、青森やった、違う、ちょっと待ってかも、青森温泉、岩手の、あ、岩手温泉、すみません、岩手温泉行ったんですね、はい、ちなみに私の顔大丈夫ですか、ちょっとね、緑っぽい緑そうやって、まあシオン、シオンの、そうそうそう、うん、そすごい良かったんです、だからうわ初めてですね、日本の温泉は。本当にそういうちゃんとしたとこ、温泉行って、まあ、その日は大丈夫やったんですね。で、うん、まあ、説明なんか聞いてて、お母さん、お父さんもなんか、女の子と男、男湯と女湯があって、で、夜は右が女湯、左が男湯、はい。でも、その次、朝からは、これ変わるらしくて、はい、それを聞いたんですね。まあもちろんそれ大事と思って、はい、なんかそれ大事、じゃあはい、でまあ変わったんですね。それもちろん基本見たら分かるやろ、男に女の子書いてるからね。じゃあで朝なんか8時ぐらいかな、なんかみんな8時ぐらいはちょっとほぼ飯上がりとこ上がるとか、だからまあまあ一応私はちょっと遅くに7時20分ぐらいに、だからみんな朝早くお風呂入って、私だけ一人ちょっと遅くちょっといたんですね。はい。で、7時20分ぐらいにエレベーター一人で、ブーンって全然回ってたんですね。で、まあエレベーター乗りました。で、はい、また戸を開けて、9階でボーッと開けました。はい。かわいいおじいちゃん、ちょっと、80歳ぐらい ?75? わかんない。うん。一人はなんかもう、こう起きて。あ、そうなんだ。そうそうね。で、こう来たんですね。はい。で、来て、パートナーをするんじゃないか、3人でスパーってやってきてるんで、私とこの辺に来て、で、おじいちゃんがなんか目見ない見えないんですから、うーん、なんかどっか、これ2階か3階か分かんないんで、パーって押したら5階ですねで、5階と2階間、なんかもう1個くらいからそれも押して、パーって押して、で、これも違うかなーって、パーって押して、で、こうなんかだから、こう4、3、2全部押したんです。2がロビーで、私行きたい場所が2で、そのおじいちゃんたちも2階に来たこと、わかりませんそれは私先に出たの、だから多分2階なの、あ、そういうこと、あ、2階行きたいの、あ、だからまあそれはいいの、まあおじいちゃんだから、で、どう、あ、ギューしまってから、もう兵のパーティーが始まって一人がブルーって出して、で、もう一人もブルーってして、一人はバーンとかなんか屁出すんです、すごい。で、それでうわーってなって、何の屁なの、なんか日本こんなんだねって思って、初めてだから温泉も、だから、あ、温泉のあれだとエレベーターの中は屁出してもいいんだねと思って、それで私もう本当に壁のこの、こう壁、こう、なんていうか、うんうんうん、そういうところでこうやって、うわ、ブルッブルッブルッ角のとこ、うん、ブルッコって、ポッポッってやって、早くで2階でお湯やって見たら5階まだだ4階3回、これで2回、もうおじいちゃんまあそれはいいのね、まあ、悪くっていうか、まあ思い出かなと、俺これおもろい話できたと思ってワクワクしてそうそう、ワクワクして、でも早くお風呂入ろうって言って、一応まあ靴抜けて臭かったねってお風呂こうやって入って、うん、一応誰もいなかったんですね、はい、だからあ、でも何人かなんか服が置いといて、人にあんまりないね、よかったねって思って、うん、で、服全部抜いて、うん、置いといて、私のそこにね行くかなって思ったけど、塀いっぱい越えたから、私もちょっと、なんかちょっとお腹の調子だから、あ、先にトイレ行こう、トイレにあるんですね、中に、うんうんうん、中に入って、出して、で、まあまあ拭いて、終わって、で、トイレの外をボーって開けたら、これは強敵だな、なんかおっぱいがある
でも結構垂れてるおっぱいだ。何と思ってもう一回見たら、これおばあちゃんがいるんですよ。おばあちゃんが二人ぐらい。だってすごい女性の音が聞こえて、あ、これ女の子どこだと思って、えってトイレまた入ってちょっと考えたんです、うん、いやこれ間違った、思い出したら、あ、これ変わるんだ、忘れてた忘れてたと思って、俺間違って女の子の女の湯に入ったんです。で私今全裸で、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。トイレで、トイレの中で、服はちょっと遠い、やだ絶対無理な距離で、その間におおばあちゃんたちらが結構いる。おばあちゃん2人なんか分かんない、誰何人かいるか分かんない。そんな状況で、いやーこれどうしよう。すんちゃんも全裸でしょ。私全裸なの。なんで全裸か。でよかったのはとりあえずお客さんがいるから携帯持ってきました。はい、はい、だから、あ、大丈夫、俺ゆかちゃんいるし、お母さんもいるし、ゆかちゃんに一応ライブ、ゆかちゃん助けてって言ってすぐ来るやん。返事ない、10分ない。じゃあ、あ、まあまあいいや、10分ぐらいはお母さんに言えなきゃしよう、お母さん助けて、返事ない。これ死んだわと。30分ぐらいかな、一人で。マジ？そう、だから、あ、これは出なきゃ、どうにかして、もう出なきゃ、早く出ろ、もうそのスピード、もういろんなシミュレーションしたの、本当に一人で。で、それか、あ、騒いで走るか、それか走るか。すごい考えたけど、どうでもダメなの。わあ、これ大変だと思って、30分35分ぐらい待ってて、うん、なんか、あ、そう、一人なんかスタッフか分かんないけど、最初は分かんなくて、なんかトン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 なるのがトイレで、うわ、バレる、ジェンダーだけどどうしようって思って、だから私もトントントンってやったら、なんか人いると思って他のとこ行くんじゃないですか、うんうんうん、それでなんか、あ、いるんやってなんか聞こえていたんですね。でまた次パパパパパパパいますよねって聞こえて、だから、え、で声男だからダメだから、私もう一回ポン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 やって声出さないで、でそこまたパパパパいますよねって言って、で私ちょっと男ってバレたらダメだから、なんか女の声にして、いや、いないんですけど、あ、いないんです、いますけど、間違っていないんですけどって言って思って、いないんですけど、あ、いますけどって言って、そう、本当に頑張って、あの女の子のふりにしてね、いないんですけどって言って、でそこの人が、え、あの、 いるんですねって、だから、はぁ、はぁ、いるんですあの、ここのスタッフですねって言って、あ、スタッフですか、はい、あの、ちょっとおかしかなと思ったけど、あのここに入ったのを私ちょっと見てて、でも、あの、後ろ肩がちょっと、なんかちょっと髪の毛の、私、あの、朝起きたらこうなるんですから、ちょっと後ろ肩がおばさんに見えるんですけど、ね、おばさんからでも、いや、ちょっとおかしかなと思って一回確認しに来たんですけど、やっぱり、そうなんですねってやって、あの、服どこですかってとか、あの、ちなみにあの、服持ってきて、ここで着替えて早く出てくださいってとか、言い出すんです。うわ、よかった。その男まで、ゆかとお母さん全然連絡ないから。だからまあまあ、それ、だから、で、私、左と右ちょっと間違って、また左のこと言って、そうだよ。また、右です。服あるとこね。それで、で、まあ、そこ引き換えて、あの、全部、あ、渡してもらったの？渡してもらって、そこに、で、出たの。で、そこで早く渡って、着替えて全部行って、あの、全部用意できたから、トントントンってやってくださいって言って、どんどんどん準備できました、はい、出てくださいって出た瞬間、なんか大きなマプロをバーッてやってバーッてタオルバーッてやって、じゃあ走りましょう、はいそこで毎日走って出たんです、廊下まで扱いがまあ、無事に終わって、わ、安心してよ、よかったと、それまた入ったんですね、また終わってないんですよ、男風呂に、男風呂に入ったら、わ、男なんだ、男一人いたの、うん、よかった、あ、男なんだ、こんなにチンコがいい子、若い子、わかったか、何それだか、チンコ見て足したのは初めてって思って、でその人パーティー出たので、また俺一人になったのね、
お風呂でね。お風呂で、これなんか嫌な感じ。あ、でもまあ男だから大丈夫だ。うん。まあ、ほんで行って、でも、あの実家に約束した時間あるから、早く準備して、うん、まあ、お風呂だけ入って、うんうん、で、お風呂全部終わって、ドアで出て、あの、タオルで拭く前だったんですね。うん。やっぱり出て、お風呂入ったら、ほんで、さっきのあの、掃除のおばさんが入ってくるんです。さっき助けてくれた。そうそう、助けてくれたです。で、私全裸です。全本当に何もなしだから出てきて、俺忘れて言って、あ、はい、え、なんすかってで、びっくりして、うんうんうん、あ、掃除ですって言って、あのおばさんの目が本当に一瞬ね、分かってんのも掃除ですって感じだったの。スローで見えた。多分50歳ぐらいけど、まあまあありがとうですね、あのおばさんは本当に助けてくれて。でも分かんないじゃん、あの韓国はあの女の子は本当に女性が、そう、女性が女性のことを掃除するし、掃除する、男は男のところ、それから全部終わってからと。なるほどなるほど。絶対ないの。あ、びっくりしたの本当に。初めての経験全部全ての泣いてる。いやだから、え、なんでこういう時私一人なのとか。そうだね。なんでゆかと全部連絡もできない。そうで、ゆかたちは2階3階にお風呂があって、でゆかたちは3階に入ってて、すんちゃんは2階の女子風呂で事件があったんだよね。そうそう、だから携帯も見れてなかったし、ごめんね本当に。でも本当に無事でよかったね。それはでまた服のにずっと掃除してって、なんか大丈夫ですよね、先はよくありますとか言って、そうなんだ、みんな、まあ、今、はい言わないでください。もう終わったんですよ。ありがとうございますとか言ったり大変だった。だから全部で1日の朝に3つの1時間にな、1時間中で7時から8時の間の時期の変なおじちゃん3人と間違って女の子の、あ、私そんななんか変態じゃないんですからね。ほんとほんと、ほんとに旦那です。旦那です。お母さんもいるし、お姉さんもいるし、ゆかもいるのに、その中でこんなことできませんよ。私はほんとにミステで入ったんです。分かんなくてねえ、うん、でも酔っ払いの人よくあるらしいから、うん、よくあるらしいけど酔っ払ってなかったけどね。でもあのすごいみんなおばちゃんでよかったと思います。本当に若い女の子もいなくて、うん、本当に優しいな店員さんしかいないし、うん、よかったと思います。 お世話になりました。お世話になりました。よかった、頑張った、すんちゃん。はい、それで1個、2個、3個、はい、そう、3個のハプニングでした。滑らんな、滑らんな。いやお疲れ様でした。はい、これでまた次のアップ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。